スネーク、生きてたのか。ボッシュートになります。うわ、ちょっと悲しいね。お相手にバンチです。よろしくお願いします。お、弟分より弱いドンキーさんじゃないか。腹いせに今からこの弟殴るわ。殴られてるんだよな。ドンキーは横へいい感じだな。レター兄弟揃って拳を天に突き上げていく。一回出れたのに自分から入るのか。というかすごいな、この2番手。開始15秒で100超え。自分スロースターターですから、なぜか崖に掴まれない。今の危なかったぞ。カキーンって音がトラウマになるな。2番手の炎ウェイ止められるんか。しかも5くらい食らうな。優秀、だがキーは2番手だ。ドンキーの死体は横へと装飾をなすゴリラの組み立て要因。あとは腕回してリッパーサイクロトロンで終わりよ。果たしてこの2番手相手に腕を回す暇はあるのか。お手玉されているんですが、チャンスはきっと来る、信じろ。ゴリアスかな。サラコナーか。お前ターミネーターじゃなくてゴリラだろ。裸である者だけが使える言葉。下投げからの空前連打。お前の兄貴をいじめたゴリラはこのゴリラじゃないのに。兄貴にゴリラ討伐できるなら俺にもできるという理論かな。私を初代と一緒にされては困るな。5くらっても10返す。バイバイ。もうそれ古いからな。あ、はい。食うえ食う後ろと綺麗に決められていく。2番手には必要ないカレーさ。お前に見せてやんよ本物を。あんな着地は NG。 弟に負けた。お前の弟じゃないけどな。この人は2番手やめてたな。お前がナンバーワンだルイージ。お相手後ろ投げの子です。よろしくお願いします。後ろ投げはむしろ村人では。あの目はむしろ父が。何も言うまい。というか言ってなかったけど、これはまだアプデ前のです。次回からアプデ後になります。今の上 B なんだ。バックス強み。なお、というかゴリラのホームグラウンドで負けは許されない。64の方が好きだけどな。それはわかる。なぜホームで川に流されて死ななければならないのか。ダンで帰ってくるの好きだったのに。なお今では島流しに合う模様。それでも BGM だけはかっこいいから。なんだ今の。横 B で矢をへし折った。私を倒すつもりなら光の矢でも取ってくるがいい。ビット君、それでは倒せんよ。トロン、やめてください。死んでしまいます。というか本当にボコボコだな。ゴリラ特有の吹っ飛びにしたが相手のコンボを生むという。ゴリラの悲しき宿命か。フックショット使いか。前にリンクって名前の人に当たったんだけど、大晒しかな。まあ聞いてくれ。名前リンクにしてるからガチ勢の方の登場かなと思ってワクワクして相手見たら、ジョギングおじさん出てきた。今の上投げコンボ繋がらなかったな。で、数戦やったら本当にリンク出てきたんだけど、弾幕フックショットに着地拒否の空泳降りでわけわからんかった。強い人はもはや人じゃないからね。仕方ないね。初戦のルイージの人くらいどうにもならなかった。ジャスがかっこいい。思い出話は封筒の中で一人でしとけ。怖い。しかし何気に追いついてきたな。運営便利です。マリオ兄弟に近いことできるしな。シールドまばたきみたいにするのやめろ。これはジャスガに見せられたものの末路よ。やっと腕回せるな。何今の声。最大試した時に出る声らしいぞ。太陽素がゼロなんですが、それはあのパンチのやけくそ感が似ているから採用されたというね。リンクたちの2段スマッシュ怖い。後ろ強いな。ゴリラ並みだな。ブーンはゴリラだった。ゴリラ並みの脳みそ使って早く相手倒せや。今ので死なないのはおかしい。ところがどっこい、これが現実。そういえば赤城何年も連載やってるけど、アレット版の話らしいな。三王戦、山王は強かったですね。そろそろあれで決めるかな。お前いつになったらそれ当てるの。あれれー、おかしいな。この戦いに勝つヒントを自分で探せよ。追い打ち行きたいけどね。これ2戦目なんだけど、その前の試合で寝てを決められたのがトラウマすぎる。ゴリラエクササイズ遊んどる場合か。いやー、リスキーなこともやってくる相手はやりにくいんだよな。ブーンの空下なんて一歩間違えれば自分が死ぬのに。それでもなんとかしろ、ゴリラだろ。ゴリラは先導じゃないんですが、バカにされてもそれでもゴリラなら。ゴリラなら、あれ？ゴリラは戦闘だ。さあ、バカ言ってないで戦え。頑張るぞ。実際プーン相手だとジャスガの練習になってめんどくさいけど楽しい。ジャスガしないと近づけないからな。ゴリラの DA 本当に信用ならない。下スマ君はいいね。これ上にも少し判定あるらしいぞ。上スマじゃなくね。下エダウン楽しいです。瞬き合い。アウンの呼吸かな？
BA 敵を通過後に発動。BA 君は寝起きみたいだね。そんな二人でゴリラは止まらんよ。さあ、いつくしっかり避ける。下絵祭りじゃ。BA 君は目が覚めたみたいだね。ゴリラの湯気がほかほか補正とたまに間違えるな。確かし。はい、来ました。これで100超えただけで相手にプレッシャー与えられるね。弱よけの飛び。だがこの後何したらいいかわからん。わからないから床を叩くのはゴリラの習性。ゴリラバカにされすぎて悲しい。ゴリシー、ゴリシーはゴリシーのです。マジでシーみたいに言うのやめろ。お前マジで当てる気あんの？本気で狙ってるんですがね。危ねえ。ゴリラじゃなきゃ死んでたね。不思議だね、不思議だね。死んでどうぞ。アンミナバックステは膝にあおけるな。もうゴリラとエイド即死圏内に入ってきたな。まあこんだけ食らってると後ろでバーストされるな。腕を回してワンチャン作る。スパーム大好きだな。自分がやられると理不尽さに苛立つけどな。今のところスパーム浮かせてますか？意味不明な掛け声以外ないんですが。まあ見ておれ。おっ強気だな。ゴリラは我慢よ。ジャスダで這い寄る。釣られたな。これで終わりだ。ゴリラ怒りの撤退。正直避けられるとは思わないが、この試合の敗因は何ですか？二重の極みなどと意味不明なことを叫びながら戦ったことですかね。あれ？何かか疑問した。勝つと思わなくてゴリラピもなかったな。勝てばよかろうなのだ。動画時間は投稿頻度の犠牲になってしまった。次回アップで5か。お達者でー。